So today, guys, I bring you brand new Cyberpunk 2077 gameplay footage taken from the Japanese TGS 2020 show. Now, the trailer is fully in Japanese and, well, I can't understand any of it, but it does make me look forward to that anime for sure. How's it going, guys? My name's DPJ, and if you enjoyed the video, leaving a like really helps out. And if you like what you see and want to see more, be sure to subscribe. So this footage you're about to see does include some new footage. So well, guys, I do hope you enjoy. Just so you know, Cyberpunk is a game I will be pushing here on my channel, and if you do want to learn more about this game, check out the playlist link below. But enjoy the gameplay, guys. If you can translate any of it, that would be super epic. Drop a comment down below with your translation. But guys, enjoy the video, and hopefully I will see you on that next one. ソファに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛をぶち込むぞ。ジャック、座れよ。ろくなことにならねえぞ。くっそ。さて、ケーキ漬けと行こうじゃねえか。ほらよ。 本題に入るか。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT-0D12。 確認したい。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをレイブンで操作可能。 さらに新型アクチュエーターにはチタン、バナジュ、ケブラーの合金が使われてる。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り天井からぶら下がったりしたら。酔い止めが必要になるな。気に入ったか。泉だ。ブレックに。 ブレックの手はここにいるか。いねえよな。勘弁してくれ。2回も払わせるなんておかしいだろ。おかしいかどうか決めんのはお前じゃねえ。俺が払えっつったら黙って払うんだよ。とにかくこいつが欲しければまずは AD を見せな。落ち着け。ここに入ってる。 そんなすんなり出していいのか。からかいがいのないやつだな。<笑>俺はチップを出し、あんたは没頭を出す。それだけだ。簡単だろ。ボース、最近のボーイスカウトじゃ交渉の仕方を教えてくれねえのか。<笑>そういや、誰の使いか聞いてなかったな。お前のボスの名前は。デショーン、エクスターデショーン。 エクスターデーション。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。<笑><笑>ああ、おかげさまでピンピンしてる。なんなら伝言を伝えてやろうか。で、話に応じる気になったか。<笑>クレジットだ。 とにかくフラットヘッドは優秀だぜ。何に使う気かは知らねえがね。クソ、クソ、クソ、ベッドが壊れた。侵入されるぞ。殺せ、ヤンバーグ侵入されるぞ。エヴ、待ってたよ。彼は B、 例の BD の件で連れてきたの。こっちはジュディ、最高のブレインダンスエディターよ。 ちょっとやめてよ。ムズムズする。よろしく、ジュディ。BD はコンパイル済みよ。どう？なんとかなりそう？まだ生に近いけど、まあ大丈夫でしょ。とにかく B が深く潜り込めるならいいわ。
じゃあ早速調整から始めようか。たまに舞い込んでくるジグジグストリートのどぎついポルノに比べたら全然余裕だから。じゃあ早速潜って直に見てもらおうかしら。いいわね。 B はどう？生もののブレインダンス、これが初体験でしょ？どうとでもなる。さっさと始めてくれ。了解。じゃあ座って、早速始めるから。まずは感覚プロフィールの作成ね。どうぞご自由に。でも痛いのは勘弁してくれ。大丈夫、これは痛くないから。それじゃあじっと座って私を見て、分析ソフトを実行するよ。ちょっとヒリヒリするから。分かった。 OK、 次は視覚とその他感覚信号の設定ね。視力検査の時みたいにこの2つの画面をよく見て。毎回このめんどくさい調整をやんなきゃいけないのか。そういうわけじゃないけど、やる価値はある。見てればわかるから、 BD 分析の凄さがね。あとは通覚リミッターを入れて。よし、準備完了。じゃあプロフィールのテストから始めるよ。サンプル BD を使ってエディターに慣れてもらう。さてどれがいいかな。私の記録を使えば時間の無駄じゃない。リスクヘッジよ、すぐ終わるから。確かここら辺にあった。始めてくれ。ええ、先に調整済みのもので慣れてもらって、それから編集モードに入りましょう。ライブ開始まで3、2、1。余計なことはしなくていい。中に入って現金を奪い外に出る。あとはスタジオのサイコ野郎どもにこの BD を売るだけだ。ああ分かってる。いいか、出し惜しみはなしだ。アドレナリンが出れば出るほど BD の値段も上がるからな。よし行け。全員捨てろ、さっさと仕上がれ。床にキスするんだよ。金を出せ、さっさと司令塔をぶっ殺すぞ。ちょ待ってくれ、落ち着いて。早くしろ、頭吹っ飛ばされてるのか。なあ。大丈夫、コルチゾールとアドレナリンが急上昇したけど、ホルモンブロッカーが効いてくれた。あなたの体は何ともないよ。すごく強烈だった。男の痛みやストレス、それにあれは希望か、いろいろと混じってる感じだった。あの前にブースターでも使ってたのかもね。まあ心配はいらないよ。設定は完璧だし、編集モードに切り替えるね。